日僕が石蹴りしてるとパパが家から出てきて言った。坊や急いで帰ってくるんだ。ママがお前に会いたいそうだよ。僕はパパに小声で尋ねた。それじゃママはもう死んじゃうの。するとパパは静かに言った。そうだ坊や、ママは死ぬんだ。だけど坊や泣くんじゃないぞ。みんな誰でもいつかは死ぬんだ。坊やわかるな、お前は男だ。歯を食いしばり耐えて行くんだ。どんな時でも弱音を吐くな。男らしくやるんだ。頼むぞいいか坊や、約束してくれ。僕はパパに約束をした。僕が走って帰るとママは白い顔してベッドに寝てたが、僕に優しく笑ってみせた。坊や元気で大きくなるのよ。僕もママに笑ってみせた。だけど僕は見たんだ。その時ママの瞳に浮かんだ涙を。ママはママは泣いているんだ。そうさ、ママは考えてるんだ。僕のことを心配してんだ。自分が死ぬということよりも僕のことだけを考えてるんだ。僕は思わず神に祈った。どうかママを助けておくれよ。ママが死んだら僕も死んじゃう。どうかママを殺さないでよ。どうか神様、お願い神様、どんなことでも僕はするから。夜寝る前に歯を磨くから、ご飯の前にでも洗うから。だけどママはその夜遅くそっと寂しくこの世を去った。ずっと僕の手を握りしめ涙浮かべてこの世を去った。ママが死んだ。
僕は男さ。その明くる年、あの戦争でパパが死んだと聞いた時は、僕はその時涙をこらえた。僕はその時約束守った。